カはこの目玉の間にブスッと刺したら、オレタモコです。本日の食材がこちら、特大のアオリイカ。いやーでかいですよ。 2.2 キロあります。キロアップっていうだけですごいですけど、2倍以上ですからね。 2.2 キロ。でアオリイカってね、こう旬のシーズンが2シーズン、春と秋とあるんですけど、春の方が親イカって言ってでかいイカが釣れるんですけど、でかいイカがかかったんで、今日はこれを贅沢に塩から作っていこうと思います。かなりね肝もあると思うんで。で、あと見てください。もうタコかみたいなね、ゲソあるんでね。こいつね、焼いていこうかな。うん。うまそう。いろいろ遊んでいきたいと思います。僕のチャンネルは、釣ってきた魚をさばいて調理する動画を主に配信しております。魚さばきに興味のある方、また今日の動画を見ていただいて、いいなと思っていただける方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。では、早速やっていきます。はい、では、やっていきます。イカ。表裏があるんで、こっち表なんですけど、ここにね軟骨が通ってるんで、その上にまず包丁入れます。これどんなイカでも一緒です。まあ過去にイカの動画もやってますけど、大きい方がやりやすいですね。イカはで軟骨突き破らない程度にしっかり包丁を入れてください。まあ、軟骨でね内臓を守ってくれてますね。こうやって手でめくってあげて、で、まあ、いっちゃん気をつけないといけないのは、あの墨袋を潰さないことですね。うわ立派、すごいなこれ。もう剣よ剣でっか、これ取っとこう、ちょっと記念やな。でっかい墨袋、ほんまにすごいわ。ちょっとここは慎重にならないですよ。墨袋は気をつけてダメですからね、絶対。すごいなこれ。なんか炭の料理する、クローズクリームしようか。せっかくやしな、これこんだけ炭やったらな。あちゃうわ、これ炭じゃないんか、こうか。どっちやろ。そうやんな、こう、分からん。炭袋か、どっちや。こうなことないか、こうなんてこんなとこ持たへんよな。ちゃう、炭袋じゃない、炭袋これやわ。訂正します。これ何じゃ、わからへん、何エラ破いたら一回。これは炭袋じゃないわ、失礼いたしました。とりあえず炭袋これやな。よしよしよし、いい感じいい感じ、オッケー。言うてでかいよ炭袋。失礼しました、これが完全なる炭袋です。使用済みコンドームみたいですね。くくっとこう、くくれんのこれ。遊ぶなってな、楽しいな、なんか大きいやつってやっぱ。よいしょ、もうここの軟骨も極太だもんね。軟骨違う、なん柔らかい、極太。よっしゃ取れた。はい、これが、ワタですね。これを使って塩辛を作っていきますね。あとはもう気にせんでいいかな、そこまで。神経質になるところはない。これは一体何やろな、これ、いつも茶色のとこかな。だから偉いのかな、何やろな。そこまで真剣に考えたことないもんな、イカについて。でっかい口、これほんまに。でかすぎるよ、これ。目、ギョロ目よ。一回ちょっと洗いますか、胃が汚くなってきたね。ゲソ吸盤がね、一つ一つがくちばしみたいになっててね、このくちばしみたいなのがちょっと口に残りやすいんで、それは包丁でしごいてあげたら結構良くなります。タコやほんまに。で、一番太いやつ焼こう。これやろな、こいつをちょっと、うん、よし。ほんでこのゲソの、まあ、胴の方ですよね。ここもね分解していかないとダメです。で
でかすぎるよな。この辺ちょっとあんまり気にしてないけど、骨の周りちょっと硬い身があるんで、そこはね歯触り硬ってなっちゃうんで取ってあげたらいいと思います。よし、 OKOK。 でゲソはね、まあ、ちょっと保存も効かしたいんで塩当てて揉んどきます。まあ、タコのぬめり取りみたいな感じ。松貝がタコで一本一本ね、こうラップして使いたい時に使えるようにしときましょうかね。まあ、手早くね、あんまり塩回ったら塩辛になるんでぬめり取る感じで、で水で洗います。はい、皮を取っていきますね。で大きくなってもイカはイカなんで、このエンペラですね、エンペラのところから指を入れてあげるだけで皮を取れます。取れる？ほんまに。はった。あ、取れる取れる。さすが、皮も強靭やな。かったよ。オッケー。でこれを、この方が見やすいか、よいしょ、このエンペラのところを持つとビローンってめくれます。でかいね。買ったらいくらするやろうな。イカの王様って言われてるイカなんでね。このエンペラでお作りできちゃうもんな、ほんまに。これはゲソ組に回しておきます。でこっち側ですね、こっち側はねアニサキスがいる可能性があるんで、しっかりやらないとダメです。あ、でもここまででかいと皮もめくりやすいね。この内膜を1枚めくるイメージで、衛生的なダスターとかこういうリードペーパーとかで剥いてあげてください。でここにね軟骨があるんで、軟骨って、いや軟骨があるんで、やって、でここもちょっと硬いとこなんで、一気に食べれるとこなんで、これもゲソ組に回しておきます。普段するんですけどね、ここまでしっかりやと。であとこの骨のついてるところですね、ここも若干硬いところ、手で触ったら分かるんで、それは取っていきましょう。よし、塩辛やな。どれぐらい仕込む？じゃあこんなもんでいっか。よっ、こんなもんで言ったら普通のイカ1匹分ぐらいあるけど、一応ね、このまず目視でアニサキスがいるかどうかを確認して、その上で包丁をね細かく入れときます。いたとしても断ち切る感じ。イカって成長速度がバリバリ速いんですよ。だからバリバリ餌食うんですよね。当然アニサキスに汚染されてるサバとかも食べるんで、どうしても食物連鎖の過程でアニサキスのリスクが高い食材の一つですね。さらに心配な人は、ここから冷凍したらさらに安全です。イカ冷凍してもまあまあうまいんで。でこっちの方は保存しておきます。でこの綿も軽く水洗いで、ここに約 8% の塩。なんかね、 8% って難しいじゃないですか。分かったことがある。よくつけて余分なのはたく。じゃあね、いい感じになります。まんべんなくつくし、これで置いときます。一日置いときます。で炭はね、ちょっと衛生的に置いとくもずいし、一回出してこの袋から、あのモンゴウイカのイカ炭パスタ時の火じゃないっすね。この量はすごいわ。すんません、ちょっとね電源折っちゃって気づかず取ってたんですけど、さっきの炭出したところにいっぱい出ました。出したところにちょっと塩入れてお酒入れときました。これで保存っていうか、まあ傷みにくく。でさっき塩したやつですね、これ1日置いておきます。で身です、これもラップして、リードペーパーしてラップして明日仕込んでいきますね。でこれゲソですね、焼きます。まあとりあえず明日までワープします。はい、では1日置きました、開けたいと思います。せーの、よし、さっきイカ切っときましょうか。やっぱイカ多いかな、これ。お作りサイズめっちゃうまそうよ。お醤油かけて、
うまうまい。うわ、めっちゃうまいな。めっちゃ味あるこのイカ。うん、今のサイズ感で切り出して問題なさそうなんで、こうした上で、ゲソはねちょっとだけ切り込み入れて、まあ完全にね火通したら多分硬いと思うんで、まあ炙る程度ぐらいの焼きですね。塩焼きにしましょう。うん、こんな感じかな。で、綿ですね。よっ。これ半分に切って。まあ、水洗いと、あと、1日冷蔵保存したのと、塩をしっかりやってたことで、腸炎ビブリオは、まあ、かなりリスクは下がってます。あとは、アニサキスですね、怖いのは。アニサキス、もうこうやって、切り刻んだら大丈夫なんで。もしくは、すり鉢とかでするとかね。あとは、1回冷凍するとかが一番強いんですけど、まあ、何らかの対策でね、このアニサキスからは、逃げれます。リスクは下がります。この今叩き潰したバターですね、ここにね味付けをしていきます。で、塩はねしっかり効いてるんで、もうあとは食べやすいような味付けにしていく感じですね。で、僕はちょっと日本酒を入れます。臭み消すのとね、あとチューブのわさび、これで結構ね臭み消えてくれるんで、うん、うまい。もうちょいだけ醤油か、塩味しっかりですね。で、ここにイカを入れます。はい、これでアオリカの塩辛が完成ですね。続いて黒作りの方もね、で、炭はね濃厚なんだけどちょっと味は薄いんで、しっかりした味を付けてあげたいんで、ただ塩辛みたいに癖は強くないので、わさびはなしでいいかな。醤油、みりん、いちいちですね。おっ、真っ黒やな。うん、うまいね。普通にちょっとこの塩辛混ぜよう。ちょっと癖欲しいね、逆に癖がなさすぎる。真っ黒や。はい、黒作り完成です。ちょっとゲソやっぱり鉄の棒でいきますわ。直火で焼こう。炊きやったらね焦げちゃうしね。うん、で塩して、これがいいよ。まあ生でも食えるんでね、外側炙る程度に。うまそう。塩辛っすね。で、黒作り、よし。では食べていきたいと思います。はい、ではいただきます。どう考えてもね、黒作りは最後に食べた方がいい。箸を汚れないこと考えたら。なので、塩イカレコゲソの、素手でいっちゃうこれ。極太ゲソ。うまいよ。いただきます。うんま。全然噛み切れる。ほぼ、まあ、リア気味なんで。うまうま。これがさっきビールだ。いるよ、イカにはビールよ。いただきます。じゃあ塩辛ね、ま、色は薄く感じるな、市販のやつと比べたら。いただきます。
んまり美味しくない。あれ？まあ、味。でも塩はしっかりやけどな。この単体で食べたら美味しかったけどな。単体っていうか、イカワタだけで食べたら。美味しくない。やっぱスルメイカじゃないとあかんのかな。あれ黒作りいこう。真っ黒。うん、これはうまい。めっちゃうまい。いや、塩辛美味しくないな。ちょっとね、この塩辛あえたやつ、洗いますわ。なんかね、違うスルメイカの塩辛とは違う。ちょっと癖がある。このイカを和える前の味見の段階では美味しかったんですけど、なんか和えたらね、変な味した。これはバリうまいよ。じゃあ食べてエンディング撮ります。はい、ごちそうさまでした。塩辛以外は美味しかった。あのね、塩辛は改善の余地があるとかそんな次元じゃなかったです。あの、食べ物ではなかった。いや、そのまずく作る方が難しいじゃないですか。塩分濃度とかありますけど、うん、多分ね、スルメイカとはまたちゃうっすね。この綿の感じが濃厚さにも欠けるし、変な嫌味があるし。でもね、イカを和える前は味見した時は美味しかったんですよ。和えた瞬間なんか違う味がしてきた。不思議やな。僕の作り方が悪いかな。アオリイカで塩辛で美味しく作れた方がいたら教えてほしいです。ゲソの塩焼きはね、めちゃくちゃ美味しかった。あれ、なんぼでも食べれますよ。あのね、映像以上に柔らかいです、かなり。噛み切れるし。またね、もうタコみたいに太いから、めっちゃ美味しい。あと、黒作りもね、うまい。イカスミがすごいです。もう素晴らしい、美味しい。で、まぁ、ちょっとだけ塩辛混ぜたじゃないですか。あれもね、まぁ、ちょっとだけいい仕事しとった。まぁ、あれ程度の感じの香り方やったら、美味しいかなって感じましたね。全部ね、塩辛は水で洗って、で、もう一回お酒で洗って、黒作りの中に全部ぶち込んできました。全部黒作りしといた。まあ、残りの分はね、しっかり美味しくいただきたいと思います。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。いつもありがとうございます。